ということで、お、今どこだ、現在地、お、ここ行きたいんですよ、ここ行きます、で、ここ行って、で、泳ぎたいんですよ、泳ぐかということで、あ、これ降りてきゃいいのね、よしよし、行こう、今日は雲助ここです。今ね3時40分ですよ。危ねえよ、危ないよ、よかった、あーよかったよかったよかったです、よかったですっていうか合ってんのかな、あの神社の中で廃墟がいっぱいあって、廃墟にいっぱい入る人いるんですけど、まあ、僕は廃墟入んないんで、そのなんか通り道にあるなんかそのみんながちょっと入ってない神社があって、それがかっこいいなと思って行こうと思う、あれ、あ、こっちこっちいいですけどね、じゃあ後のスケコ行ってみます、廃墟だらけらしいですよ。わお。なんかね、全部その廃墟だらけで立ち入り禁止になってて、しかもまあこの YouTube 時代になってっからいろいろ入っちゃう人がいっぱいいるから、もう。なんか防犯カメラとかもしっかりしているらしいです。というか道間違えてない？大丈夫？俺ええー、のこれやばい、これさ道間違えちゃうとさ朝になるんじゃないの？うわ、おっかねえ、何あれ、ちょっと待ってください、めっちゃおっかないんだけど、めちゃくちゃ怖いんですけど。高所恐怖症なんですよ僕。うわ、怖。見てください、真っ暗ですよ、ほら。ほら。行きます。うわ、吊り橋だよ、無理だ、俺帰りますわ、俺吊り橋とか無理だ、うわ吊り橋無理、どっち行ったらいい、これ俺間違えてない？やばい、遊び場の方降りちゃったな、これ飛び込んだりして行く方に、神社の方じゃないぞこれは、
よし、戻るか。間違えたぞ。え、なんで？あっちだな。どうか違った。これもハトノス渓谷ですね。とにかく道を間違えてるかな。やばい。いや、いいんですよ。ここだって冷凍冷場になってたり、怖いところには変わりないんだから。だけど朝にやる。手こずれない。あ、ありますね。ほら。多分この辺があの廃墟で有名な一心ってあたりじゃないでしょうかね。あ、ありますね。あ、ここら辺にちょっと来たかったところですね。もうちょっと、なんだろう、くぼみがあって、ここら辺は、なんだろう、いい感じの、感じるかなと思って、その廃墟動画を見てから来てたんですけど、ここはただの何でもない、キャンプ場ですね。皆さん、ダーンと廃墟です。すべて。この旅で遊んだりもできるのかな。ハトノスの由来だ。ここに神社がある。ここですね。そうそうそう、ここです。ここに戻ったら神社が。ほらほらほら。ここに来たかったんです。僕。目的地です。はい。お参りしに行きましょう。失礼します。ラッケと申します。夜分遅くすみません。お参りさせてください。お願いします。休憩所があって。神様がありましたね。こんなことのために神様の前で言うな。そんなこと、すいません、楽と申します。3時間かけてきました。最近ガソリンが高いんですよ。神様、頑張って夜来ようと思ったんですけど、4時ですかね。ありがとうございます。楽と申します。よろしくお願いします。 YouTube やってていい現象が撮れたらいいなと思ってきました。頑張ります。ちょっとお金がちゃんと
しましょう。この動画を見ている皆様が幸せでありますように。そうか。お願いします。真っ暗だ。失礼します。終わっちゃった。神様に会いに来るだけで終わっちゃいました。すいません。で、ダッシュして、じゃあ、あれか、観音橋行くか。ということで、じゃあ廃墟群を通り道見ますか。ね、これがまた入らなくても十分ですよ。ほら見てください。もうすべて中が吹き抜けのガラス張りだから、この廃墟たち全部見えちゃう。これが一神亭ですね、多分。見たい方は、入っている方たくさんいます、ね。防犯カメラ作動中。厳しい、とても厳しい。ほら。ここからは入らないでくださいってこう思ってると。みんなね。バズりたいだとか有名になりたいがありますからね、うん、ここから入っていく人がいるんでしょ。中はカメラありますよと。こっちにも、さっきの滝の、ちょっとなんか階段あって、下は覗けますね。ですが、ここも立ち入り禁止となってます。すごいバリケードだ。すごいたくさん入られて撮影されてることでしょう。
他の方見ればね、あるんでね、うん、ここ見たかっただけという動画ですけど、まあ、あと神社にお参りできたんで、とりあえず次のとこ行ってみたいと思います。こっちから帰るんですけど、帰り道ね、すごい早く、てかだからここはまた栄えたらね、すぐ使えるから、こういう風に謹慎しているだけであって、もうね、荒らしちゃったらもう使い物にならなくなっちゃうんでね。ほら厳しい、これなんかだって打ち付けてあるんだ、鉄板が、わかる、もう絶対入れないぞって、ほら鉄板、はい、すごい厳しい、いらっしゃいませって、もうこれ剥がした方がいいよねこれぐらいはまた作れるんだからさ、いらっしゃってないでしょ。あそこにカメラ設置してちゃんと防犯してますから、綺麗なままで、そうね、すごい、どんな形でも鉄板打ってある、でもやった方がいいよね。あ、見て、やっぱホテルとかいろんなとこからの勝手口があるから塞ぐのも大変、努力が見えますね。だってここも入り口になっちゃうから、ダメだよと、入んないでよと、こっちもね、入んないでよと、入んないでよ軍、ね、観音場所、いやもう朝になっちゃうな、あ、ここもだ、うわすごい、ここもだ、ほらここも廃墟だ、これは生で見ないと分かんないよ、ここほら昔の絵の宿、来たことあんのかね、多分こっちも厳しいでしょうね、うん、100名入れんの、すごい、よいしょ、はあ、ね、変な趣味でしょ、どうしよう、お客さん、なんだろうね、なんでこういうの、あ、見てえなっつって来ちゃうんだろうね、1パチでもやってりゃいいんだよ、近くのパチンコ屋でさ、俺そう思いません、ニスロとかやってりゃいいんだよな、うん、こういうのを見ちゃうと来たくなっちゃう、我慢できなくなっちゃう、こういう、もう普通の道だからこっちは入るじゃないね、はい、鳩ノ巣渓谷行ってきました、すごいですね、こんなに廃墟あるんですよ、なんすかこの笑顔どんな趣味だよ俺やったく、まあ、神社お参りできてよかったです、よいしょ、すごいね、
ここの坂を降りてったら全部廃墟ですよ、ホテルが。昔はね、人がいっぱいいたからね、日本も。遊び来た人いっぱいいたんでしょう。いやー、すごい。まあ、入ってる動画はいっぱいあります。いっぱいありますから、もし気になった方は廃墟動画を検索してみてはどうでしょうか。なんだっけ、昔の絵の宿。昔の絵の宿と、一心亭。で、検索すれば出てくるんじゃないですか。入りたくなんないですか。そう、だからいい。あれですよ。こんなとこ、3時間かけて来ないで、1パチ打ったらいいんすよ、俺。ね。ニスロとか、1日中さ。パチスロ打ったらいいんだよ。いや。でも来ちゃうんだよな。いや、なんかこれ見るとね、あ、お、すげえ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 、行こうってなっちゃうんですよね。だから、親が悪いな、俺の。産んだ親の教育が悪いよ。親のせいにしていこう。そうだよ。ちょっと、お父さんお母さん、本当にこんなね、パチンコで満足できない。パチスロで満足できない体に産み上がったよ、本当に。ふざけんじゃないよ。本当にもう。そうだよ。麻雀でもいいんだよ。なんかさ、こう、おっさんの趣味にはまれる人間がいいんだよ。ね。あ、ちょっと心霊スポットじゃないのも違うの。はい。心霊スポット。ハドノストンネルです。やめよう。明るい。いない。いないよ。いないんだよ。こんなね。もうこんな綺麗なとこいないんだよ。ほら、もう見てよ。もう。綺麗な朝になってきた。やばい。観音橋行ったら明るくなる。いや、だってさ、ちょっとさ、ちょっとしたトンネルよ、観音橋って。橋とトンネルがあるんだけど、そんなの明るい時見るやついないし、クリックする人。なんか YouTube ってさ、サムネイルでちょっと動くじゃないですか。サムネイルでドバーって動くじゃないですか。やっぱ、夜の心霊スポット、ホラーチャンネル見てて、ズラって動いて、昼かいっつってクリックした下に行きますよね、絶対。それ、絶対あるあるだから、ああ、一応行くか、観音橋。しょうがねえな。いや、まだ暗いからこれも行こう。ハドノストンネルの、いわくつき公衆と言いわくねえわ。いわくはねえわ。全然ねえわ。綺麗だわ。すごい綺麗な、これ。さ、手数が入ったんですけど。ウォシュレットでトイレ、全部綺麗。作り直してる。素晴らしい。水回りが綺麗なところっていうのは女性が来て男性も来るからいいね。はい、失礼。